なぜとどめを刺さぬ。お前たちに教えてきたはずだ。敵は躊躇なく切れと。俺は教えられていない。そうだったな。君にできないなら僕がやる。そこをどいて。ミルミナ、それはできない。なんで？ここで恨みを晴らしたところで君に何が残るんだ。仲間を殺されたという君の憎しみが消え去るわけじゃない。何も変わらないし、何も終わらない。敵を討ったという事実が残るだけだ。もしここでバシュタールを討てば、君は君の中にある憎しみの炎を一生抱え続けることになる。君を救えるのは君だけだ。どんなに苦しくて辛くても。それは憎んだ相手を許すことでしかできないことなんだ。そんなことできるわけないじゃないか。そいつは仇なんだ。みんなの、みんな死んだんだぞ。そいつに殺されて。だから仇を討つ。そして君が憎悪から逃れる術も永久に失われる。それは、君だって本当は解放されることを願っているはずだ。ただ復讐が君の生きる糧であり支えであったから、捨てられずにいるだけだ。違う！死んでいった君の仲間は本当に復讐を望んでいるのか。君の幸せを願っている人の方が多いんじゃないのか。君の憎しみに歪んだ顔なんて見たくないと思う人の方がね。俺もそうだ。俺は君の笑顔を見てみたい。君が笑い、喜び、笑顔でいられる、争いのない世界にしたい。それが俺の戦う理由であり、俺の存在理由だから。笑う必要なんてない。僕にはみんなの敵を討つことが全てなんだ。だったら俺ごとバシュタールを撃ってくれ。君の笑顔を取り戻せないで、なんで世界が救えるんだ。たった一つ君の信頼を得られない俺に世界を救うだなんて、そんな大それたことがどうしてできるだろう。ずるいよ、そんなの。君を撃てるわけないじゃないか。僕の笑顔を見たいって言ってくれる人なんていなかった。僕のことを哀れだとは思っても大切に思ってくれる人なんていなかった。君を撃ったらそれこそ僕は僕のことを許せなくなるじゃないか。ありがとう、ミルミナ。想像は常に痛みを伴います。知っていますか？最も高貴な神であるレニオンは何を司るか。生と破壊。そしてレニオンと同等とされる神カオスが司るもの、それは死と再生だ。
そうです、光と闇が互いを切り離せぬ存在であるように、新しい時代を築くには痛みが必要なのです。それは犠牲とも呼ばれます。この世界は所詮何かの犠牲なくしては成り立ちはしないのです。それを背負えるのはここにいる俺たちだけだ。そしてそれを俺たち以外の誰にも背負わせてはいけない。俺に背負えと？お前と同じ痛みを、俺の過ちと共に。いや、あなたの過ちをだ。サマリルとの戦いで命を落とした人たちの痛みは、俺の血が、俺が背負うものだから。ただ、とても俺一人では背負いきれない。だから力を貸してほしい。すべてが終わるまで支えてほしい。そう望むのは俺のわがままだろうか。だが俺は。あなたはもうサマリルという呪縛から解き放たれているはずだ。あなたの剣には曇りがなかった。それがあなたの答えだと俺はそう信じている。行きましょう、私たちと一緒に。ま、敵じゃなくて味方になってくれるんなら、兄さん以上に心強い奴はいないからな。敵として寝返るのであれば今度こそためらうことなく俺が斬る。許すことは許されようとすることと同じです。誰しも皆許されたいのです。だから手を差し伸べるのです。悠長に話している時間はない。この要塞はもうすぐ破壊される。もしかしてここまであまり抵抗がなかったのは。そうだ、この要塞もろともお前たちを葬るつもりだった。急いでこのことをみんなに伝えるんだ。俺はこのことを魔物どもに伝えよう。奴らにも知らせていなかったことだ。このことを知れば戦うどころではなくなるだろう。その混乱に乗じて兵を脱出させろ。魔物は任せる、後で会おう。分かった。まだ死ねぬようだな。だが生きて許されるならばそれもいいだろう。見事にぺしゃんこだね。話では
多少時間はかかるが、行軍には支障がないということだ。最初からこれが狙いだったんだな。ダンダルガン要塞がお前たちの手に渡ることだけは避けたかった。俺たちはついでってことか。要塞を破壊すれば、最低でもお前たちの足止めをすることはできる。その間に戦力を増強すればいい。そして俺たちが攻め入るために整備した道を逆にたどり攻め込むか。まったく、よくできた筋書きだな。どう転んでもいいようにできている。今は待つしかないですわ。他にできることは何もありませんもの。向こうに行けないんじゃどうしようもないからね。まあ、骨休みにはちょうどいいんじゃないの。そうでしょうか。あまり良くない状況なのではないでしょうか。なんで？あの要塞は防波堤のようなものでした。防波堤が失われれば、押し寄せる大波から身を守る術はありません。堰を失った堤と同じということですね。流れを止める役目を果たしていた要塞のない今、魔物が大軍で押し寄せた場合、敵の進軍を防ぐ手立てはないということです。ってことは、通れるようにした途端、敵の大軍に襲われる可能性があるってこと？こちらから攻め入れるということは、向こうからも攻め入ることができるということだ。バシュタール、他に西側へ向かう道はないのか？あるにはある。が、大軍を引き連れての行軍は不可能だ。ウッタラクルの北に位置するヘルモス山脈を越えれば、向こう側に抜けることができる。しかし、そのためにはどうしてもファルマス丘陵を通らなければならん。あそこを通るの？何かあるの？あそこはダメ。ファルマス丘陵には古の時代からあるモンスターが生息している。そのモンスターがいたからこそ、闇の軍勢もヘルモス山脈を越えて攻め入ろうとはしなかった。もし仮にファルマス丘陵を越えられたとしても、ヘルモス山脈を越えたところには砦が築かれている。魔物でさえ相手にしたくないモンスターか。その上砦のおまけ付きで、俺たちは軍勢を引き連れてはいけない。こいつはさすがに旗色が悪いな。バシュタール、案内してもらえないか？そう言うだろうと思っていた。ファルマス丘陵のモンスターとはできれば戦いたくないけれど、他に道がないなら倒して進む。無鉄砲なところだけは変わらずに受け継がれてるのね。後先のことを気にしすぎていたのでは、動けるものも動けぬようになる。先に立つものは無茶なくらいがちょうどよい。やりすぎだと思えば止めればよいのじゃからな。そうね。